こんにちは。本日はワクチン接種推進担当大臣の堀内大臣にワクチンの3回目接種についてお聞きしていきます。堀内大臣、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速ですが、現在ワクチンの3回目接種が始まっています。そもそも3回目のワクチン接種はどうして必要なのでしょうか。はい、12月から3回目の接種が始まりました。ワクチンは高い発症予防効果がある一方、感染予防効果や高齢者の方々においては重症化予防効果についても時間の経過に伴い徐々に低下していくと言われています。3回目の接種は行わなかった場合と比べ感染予防効果や重症予防効果を高めるといったことができます。なるほど、3回目の接種を行うことで感染予防効果や重症化予防効果が高まるんですね。それでは3回目接種のワクチンの種類についてはいかがでしょうか。ファイザー社と武田モデルナ社のどちらのワクチンでもよろしいのでしょうか。3回目の接種には同じメッセンジャー RNA ワクチンであるファイザー社または武田モデルナ社のワクチンを用いることが適当とされております。1、2回目のワクチンの種類にかかわらずこのどちらかであれば3回目として接種することができます。1回目、2回目の時も副反応への関心が高かったように思います。3回目となるとやはり接種後の副反応を心配される方も多いかと思いますが、いかがでしょうか。このフリップをご覧ください。3回目は2回目と比べてファイザー社ワクチン、モデルナ社ワクチンとも接種した後の症状の出てくる割合はおおむね同じとされています。またモデルナ社ワクチンについては3回目は 1、2回目の半分の量となります。なお半分の量でも効果は十分に確認されております。それでは最後に、今後一般の方の接種も始まりますが気をつけておくべきことなど国民の皆様へメッセージをお願いいたします。今後3回目の接種の対象となる皆様方のお手元に順次接種券が届きます。もし対象であるにもかかわらず接種券が届かない場合はお住まいの市区町村にご相談ください。厚生労働省や首相官邸のホームページ、SNS などでワクチン接種について情報を発信しています。ご覧いただけますと幸いです。本日は3回目の接種についてお話しさせていただきましたが、政府としては引き続き1、2回目の接種の機会も確保しています。自治体や医療関係者の皆様とも連携しつつ、希望されるすべての方がワクチン接種を受けられるよう万全を期してまいります。今後ともご協力よろしくお願いいたします。